開拓田舎暮らしサンタのところ伊藤サンタです。宮古島から送っていただいた島バナナ、毎日ね子供たち学校から帰ってきたら、ただいまバナナ食べていいっつってね、何本も食べてな、どんどんスピードで、ね、なくなるんですけど、こう熟するスピードもなかなか速くてね、今日はバナナを使って、こう桃はまた余市桃も取れるんですよ、近所からいただいた桃は置いといて、バナナの話ね、バナナでね、バナナブレッド、これね嫁さんの得意料理で、これ嫁さんのレシピが雑誌に載ったんですけど、これを、まあ、僕が作ってみようかなと思っております。ね、北海道限定の雑誌なんですけどね。でこれバナナブレッドにね、嫁さんやっぱブルーベリーを入れですね。で9月の半ばブルーベリー畑ちょっとまだあるかな、行ってみよう。8月鈴なりだったブルーベリーの畑ももう落ちてしまい、ないですね。今年はやっぱり天候の影響で熟すのも早かったけど終わるのも早いという年でした。だけどね、1本だけ晩生種があって、まだ残ってるかな、ちょこっとだけ残っております。見えるかな、よいしょ、晩生種。ちょこっとだけど、ないよりマシかなって感じです。ブラックベリーがあるからブラックベリーを少し混ぜるか。おいしい、いまいち、おいしい。アウトサイダーズキッチンサンタのところ。なになに、まず薄力粉 250g、 薄力粉、
開拓田舎暮らし伊藤サンタです。サンタのところでは目と手と声をかけて丁寧に育てたブルーベリー、ブラックベリー、ハスカップなどの消化樹を無農薬、無肥料で育てています。その果実を使って道産の天才糖だけを加えジャムを作っています。ホームページで販売してますので、よかったら注文してご賞味いただけたらと思っています。はい、190度で余熱がかかったオーブンに先ほどの生地を、カメラ持ちながらはい、それでまあ約30分190度、10分後さあ30分経ちましたよ。竹串を刺して中につかなければ、ファーストは冷まして切り分ければ完成。帰ってきたら子供たちに感想を聞いてみましょう。サンタのところ、バナナが今回違うからな。ちょっと今食べてみてください。でね、今回ねブラックベリーも入ってる。美味しいね。でもやっぱおっかいの方が上手だな。外側カリカリだけど中もちもちだな。そうだな。何が違うんだ。おっかいに真面目してもらおう。何十点？100点満点中。75点。75点いただきました。俺は86点。86点もらいました。もう一個。はい。取れない。はい。